もっと早く殺しとけよかった。まだ遅くはない。行くぞ。知っておることは全て教えろ。野営のことならば喜んで。野営の外に人がおる。物見だ。真っ先に始末しなきゃな。海辺に蔵があるな。あそこに盗品を置いてるんだ。あそこは？あれは連中の寝床だ。中には誰が？野党の頭の五郎八だ。あいつだけは許せない。随分と大きな野営だ。この地の民も脅かされておるはず。行こう。残念だったな。まとめて殺してやる。気を入れろ。五秒だ。殺したはずだぞ。死ねえな。向こうでも。Yeah!
しますか。誰もおらぬか。いずこへ行った。覚悟しやがれ。でなければ癒せぬ。この命はあなたに拾われたようなもんだ。家族の仇は討てたな。あなたのおかげさ。すまないが、もう一つ頼まれてくれ。死んでもこいつらとは言いたくないんだ。わかった。安らかに眠れ。
人が切られ怪我をしたようだ。隠れるとしたらこの近く。もう米墓所を荒らすと恥知らずも甚だしい。道で襲われた者に違いない。ソラリッツ用心しろ。傷口が浅い。拷問を受けたな。蒙古の求めに応じなかったようだ。ちぎれた花びら、泥、何か隠すために土を掘ったのか。何かを命がけで守ったようだ。見つけてやらねば。これは僧が握っていた花。蒙古から隠したかったものはこれか。櫛寺の仏具だな。血の跡。
寺で争いだ。そうか、危ない。ノリオ、西海様、このアリ様を見てください。尊ぶべき寺を血で汚すとは許しておけん。連綿と続く知恵が眠っておる地に火をつけようとするなど言語道断です。なぜ襲われたのだ。ここは民の希望の地。大風が猛虎を洗い流すよう皆で住職と共に祈っておりました。しかし今や住職は消え、豊玉随一の宝、寺のご本尊まで奪われる始末。兄が生きていれば、僧たちが逃げ出すことなどなかったのに。兄君に代わり、寺を救おう。ご本尊は猛虎に盗まれました。住職は？近しい僧と避難を。無事だといいのですが。皆を手当てします。孔明様は無事でしょうか。杉寺の住職だな。なぜこの地に。豊玉で民を束ねていましたが、猛虎に襲われ敗走を。大きな戦であったゆえ足跡をつかめるといいが。集落がこの近くにあります。行ってみよう。よし、こうした戦の中では集落に向かうぞ。神に助けを求めてはいかがでしょう。社は鳥居の向こうにあります。頼みを聞き入れてくださると良いのだがな。聞いていらっしゃるし、見ていらっしゃる。鍛錬を続ければ答えてくださるでしょう。そうだな、励むとしよう。こうした戦の最中では神に助けを求めてはいかがでしょう。社は鳥居の向こうにあります。頼みを聞き入れてくださると良いのだがな。聞いていらっしゃるし、見ていらっしゃる。鍛錬を続ければ答えてくださるでしょう。そうだな、励むとしよう。かわいそうな子供たち、どうか成仏してくれ。様は以前も姿を消したことがありました。僧たちの間で大きないさかいが起きた時のこと。発端は何だ。恥ずかしながら詳しく覚えておりません。孔明様が戻らぬため。総出で探しに出ました。見つかったのか。隠れておいででした。いさかいを止めようとしたのでしょう。盗まれたものを返しに来た。事態は良くなったのか。またこれを拝められようとは。ここの僧が命を捨て守った。そうおっしゃればいいものではなく、耳を貸さぬ者には行動で示せ。孔明様の教えです。気づいたらこの仏像と私の装束を持って
いなくなりました。それは驚いた。盗人なのか。奴も等しく自らの行いの報いを受けたのでしょう。煙、集落からです。孔明様は櫛寺にとって唯一の頼みの綱。もし何かあれば皆が逃げ出してしまう。猛虎も先ほど来たようだ。隠れているならまだ救える。猛虎と戦うのですか。見つかれば捕虜が殺される。俺一人で行く。孔明様が危ないのに黙って待てと。取り乱すのはやめろ。他に手はなかろう。ではあとは頼みます。村の中央に橋があります。そこで落ち合いましょう。お守ったお侍様に助けられるなんて光栄です。ありがとう。安全なところへ。抜かれてないぞ。これ以上は耐えられない。
住職が狙われてます。そのようだ。数人でいらしたのですが、村を襲われてから見ておりません。の湯はどこよりも安全だ。
Sen ne gibi mutlu? Sen de ben! Çık!
내기엄 하신다. 失ってしまうかと思いました。鍵は猛虎に奪われたのか。いいえ、お持ちください。これで猛虎はもう何も奪えません。皆助けたが住職はおらぬようだ。橋で乗り鬼に会おう。見つかりましたか。まだだ。おそらく村におるはずだが。火元を調べてみましょう。行くぞ。かわいそうに、お坊様が何をしたの。なんとむごいこと。お侍様、大変です。住職はあの家に隠れておられましたが、猛虎が火をつけて逃げようとして切られたのか。孔明様ではない。中を見よう。生きたまま役立って。乗りよう。まさか住職。どうして全て燃やしてしまう。違います、孔明様ではありません。他を探せ。水桶、空だ。藁の寝床、うん、湿り気も。逃げおおせられたのでしょうか。藁を濡らして身にまとい裏口から逃げたな。生きておいでかも。この方角へ行ったようだ。きっと生きていらっしゃる。足跡が深く広くなっておる。走ったんだ。
さあかかってこい。滝のあたりを調べてみました。血があり、飛び降りた。そんな、まさか。助けられなかった。住職がいなければそうは逃げ、寺は落ちます。我らの負けだ。それは何だ。これは法華経、ご自分の血を使って書かれたようです。さながら自世の句か。法華経には誰もが仏になれるとあります。豊かな者も貧しき者も。それが今はの言葉。残された皆を思ったのですね。寺の僧に見せよう。住職の意志が伝わればとどまるはずだ。孔明様が血でお書きになった法華経です。住職の声が聞こえませんか。猛虎に立ち向かえ、そして諦めずに踏みとどまれと。我々が住職のご意志を継ごう。口寺は落とさせない。炎上様がお守りくださった寺が、その弟と酒井様に再び救われると。手を結び猛虎を倒すぞ。本尊。
見つけねばな。どうしてご本尊を？ここにあったのか。さようでございます。しかし猛虎が奪い浜の方へ持ち去ったのです。私がご本尊を取り戻すと約束しましょう。あの炎上でも守れぬ約束だな。今のは何の話だ。戦で死んだ兄のことです。守り手を失ったことでどの層も及び腰になってしまっています。腰抜けどもめ。静まれ。かつて兄のおかげでこの寺は賊から守られたこともあったというのに。こたびは我らで守ろう。ご本尊を見つけ寺に戻しましょう。浜に持ち去られたと聞いた。後を追うぞ。怒っておるな。何を根拠に。話さぬからだ。あの聡明が兄上について知ったような口を聞くからです。一人で戦ったと聞いたな。それは噂。実際は兄の指示で三人の僧兵が戦いました。足止めか。尊い犠牲です。僧兵は死にましたが、その身を挺したことで兄が賊を斬り寺を守れたのです。酒井様、あれを。寒い。何があった。一人で猛虎の後をつけて本尊を返すよう頼んだのですが。どちらへ行った。森の外に行きました。山の方へ。次は平和な世に生まれますように。この僧も寺のために命を懸けたのですね。お主もだろう。猛虎の野営です。本尊があるはず。まずは奴らを罰してやらねば。そちらの精鋭を出せ。貴族は大変におっと。
Hey, nice monster chat. Take your samurai torch, no. Neko, sometime. Hey, you don't get to have that. Hanoi. What's going on? Hasha Yamcho. Below, no.昔に空から落ちてきた星を掘ったものだそうです。麗しい。島に二つとない宝だ。寺に返してやろう。兄が成敗して名を上げた賊もご本尊が狙いでした。これまでに幾度も盗まれそうになったはずだ。また新たな犠牲が出るのでしょうね。盗まれた方がいいか。いえ、しかし宝が多いからこそ欲や妬みを呼ぶのです。岸寺には叔父上と来たことがある。幼いながらも本尊の美しさに驚いたな。幼い頃、私も家族と岸寺を詣でに来ました。その時僧になろうと決めたのですが、今は何を守ればいいのか。この対馬を守れ。そうですね。